いつもすまないな、イネさん。いらっしゃい、これを。ありがとうございます。
1回100円か。ちょっと遊んでみるか。
エキサイト QTE 一回100円、やってみるか。もう終わりか。面白そうだな。ちょっとやっていくか。へえ。もう少し遊ぶか。続けてみるか。ん？こいつは。続けてみるか。やっぱりやめよう。
強そうなのに知ってくれよ。なめらえないようにね。特に、あのスクールボーイな。Shut up! You だってやられてだろ?あのスクールボーイに。ボーイ! Oh no! タトゥーを入れに来たのか?チャーリーってやつはここに来てるか?チャーリーならそこさ、眠ってる。だが下手に起こすと怪我するぜ。なんだって。うわっうん、違う。何しやがる。中国人の組織のことを聞きたい。知るか、うわっ。そんなこと聞いてどうすんだ。お前には関係ない。いいから教えろ。うわっ、分かったから、腕を離してくれ。組織のやつに合わせりゃいいんだろ。ったく、ガキは手加減っての知らねえ。それでいつだ。明日の3時にゲームセンターで待ってな。本当だな。ああ、来なかったら分かってるな。原崎、どうしたんだこんなところで。予備校の帰り。原崎の来るところじゃないだろう。葉月くんを探してたの。え？この辺りで葉月くんを見かけたって友達から聞いたから。でもなんで。今日の学校の志望校のオリエンテーション、葉月くん来なかったじゃない。ああ、もう志望校決めてるの。いや、でも行くなら空手部のある大学だ。そう、でもそろそろ受験準備も追い込みよ。分かってる。心配なのよ私、受験の前なのに。大丈夫だ葉月くん。お父さんのことでいろいろ気持ちが落ち着かないのは分かるけど、でもそのことなら後で話す。きっとよ。ああ、こんなとこ原崎の来るところじゃない。早く帰れ。じゃあね。
おっす、コータ。おお、何しに行くんだい？内緒だよ。そうか、遅くならないようにな。オッケー、またね。ほら、気持ちいいだろ。元気そうだな。じゃあ、またな。